見果てぬ夢、ドクター中村に捧ぐ。アフガンの大地に一人の男が立つ。見渡す限り干上がった大地、百年に一度の干ばつ。その時突然声が、診療所はどこだ、医者はいるか。男は我に返る。診療所には息も絶え絶えの赤ちゃん。男は何もできない。男は何もできない。どうしたらいいのか、どうすればいいのか。男は叫ぶ。水だ、水だ、水が欲しい。命の水だ。赤ちゃんを水で洗い、水を飲ませる。百の診療所より命の水だ。百の診療所より命の水だ。アフガンの大地に一人の男がいます。見渡す限り荒れ果てた大地、テロの報復による空爆。その時突然声が、タリバンはどこだ、ビンラディンはいるか。男は怒りに震える。診療所には重傷を負った若き兵士。薬もない、手術の道具もない。どうしたらいいのか、どうすればいいのか。男は叫ぶ。水だ、水だ、水が欲しい。命の水だ。兵士を水で洗い、水を飲ませる。百人の医者より一つの用水路、百人の医者よりも一つの用水路。アフガンの大地に一人の男が立つ。見渡す限り干上がった大地、空襲と干ばつ。その時男が叫ぶ。用水路を作ろう。命の水を得るために。男は決心する。白衣を脱ぎ、作業着に着替えよう。でも設計図もない、道具もない。どうしたらいいのか、どうすればいいのか。男は叫ぶ。手だ、頭だ、手と頭だ。設計図を作り、道具を集めよう。百の診療所より命の水を、百の医者よりも一つの用水路。空爆から3ヶ月、政府は一人につき100ドルを渡して難民380万人に帰国を促しました。190万人の難民が帰国しましたが、実際耕す土地もなく、食料もなく、途方に暮れるばかりでした。食料と水を得るために用水路の建設が始まりました。ペシャワール会が3億円の資金を提供しましたが、土木技術も用水路も知識も全くない現状に直面し、中村医師は自分で勉強し設計図を作りました。なんとか最初の2年で12キロの用水路ができました。枯れない川、クナール川から水を運びました。アフガンの男たちは実によく働きました。試行錯誤を繰り返した後、ふるさとを離れた人は一人二人と帰り始め、マルクリード用水路には10万人の命を救う、10万人の命を救いました。マルクリードは真珠を意味します。中村医師はその後も次々と用水路を設計し、総計9カ所の用水路を十数年にわたって作り続けました。その結果、65万人と言われる人の命と生活を守ったのです。アフガンの大地にもう男の姿はない。彼は凶弾に倒れた。突然の銃声。日本人がまだ生きているぞ。ダダン。何発もの銃弾が彼をめがけて飛んできました。
男の目の前が暗くなり、つかの間男は幻を見た。アフガンの大地は見遥かす緑の大地に、川辺に緑が住み、柳が住み、せせらぎに花びらを浮かべる。遥か向こうに黄金色の稲穂が住み、果物が俵に実り、子供たちの水遊びの歌声、のんびり水を飲む羊の群れ、これはうつつか幻か。暮れる薄れゆく意識の中で懐かしい声を聞く。おかえりあなた、温かい妻の笑顔が、おかえりお父さん、優しい子供たちの声が。再び目を閉じる。ここはアフガンか、私のふるさと日本か。夢の続きを見果てぬ私の夢を誰かついでくれ。夢の続きを見果てぬ私の夢の続きを誰かついでくれ。アフガン全土に緑の風が吹き、アフガン全土に平和の鐘が鳴る。さようならアフガン、さようなら日本、さようなら愛しい人々。見果てぬ夢の続きはまだある。見果てぬ夢の続きはまだある。失礼しました。